年このチャンピオンジャージ、全日本チャンピオンジャージを着て走るっていうことはもう本当にプレッシャーっていうのは本当にすごい大きくて、でも本当にその中でもこういったような結果が出せたってことは、まあ自分の中でまだ可能性があるのかなっていう証明っていうか、その自分の中で自覚できる、まあいいきっかけになったんで本当に良かったです。 1km タイムトライアルっていうのが本当に決勝種目、最初の決勝種目なんで、もう金谷のそのリードオフマンとしてそのチームにいい流れを持っていけたらなと思っていたので、まあ良かったです。高校の時から今まで一回も勝ったことないエアさんに勝てたことが本当に嬉しいです。自分はやっぱりスプリントで勝負していきたいと思ってたんで、なるべくペースを落としてエアさんとスプリントになるようにっていうのを意識して走りました。このポイントの結果で満足しないで、ロードでももちろん優勝を目指して久保木さんのように2つ取れるように頑張ります。